藤村美沙夫7月20日から1903年5月22日は北海道出身の旧姓一校の学生。ケ言多岐で当身自殺した。自殺現場に残した遺書、顔頭の管によって当時の学生、マスコミ、知識人に波紋を広げた。祖父の藤村正則は森岡藩士であった。父の豊は明治維新後、北海道に渡り、 事業家として成功する。ミサオは1886年に北海道で豊タの長男として生まれ、12歳の札幌中学入学直後まで北海道札幌で過ごした。単身、東京へ移り、海西中学から1年飛び級での京北中学に返入。この間の1899年に父、豊タが死亡、母やテ前も東京に移り、 同居するようになる。1902年、第一高等学校に入学。父の藤村豊は、とんで銀行頭取である。弟の藤村明は、建築家で、三菱自主社長となる。明の妻は、桜井坊紀の長女である。妹の夫、安倍義成は、創世基門家の哲学者。学習院委員長や文部大臣を歴任した。叔父の中道夫は、歴史学者である。 木に掘られた岩頭の艦最後の地、藤村三竿く絶命児の石踏み、青山霊園。1903年5月21日、制服成防のまま失踪。この日は、栃木県上津賀郡日光町の旅館に宿泊。翌22日、華厳滝において、傍らの木に岩頭の菅を書き残して、闘身実殺した。同日、 旅館で書いた手紙が東京の藤村家に届き、翌日の始発電車で、叔父の中道洋らが日光に向かい、捜索したところ遺書や遺品を見つけた。一高生の自殺は、遺書の内容とともに5月27日付の各紙で報道され、大きな反響を呼んだ。遺体は約40日後の7月3日に発見された。遠征官によるエリート学生の死は、 立身出世を美徳としてきた当時の社会に大きな影響を与え、後を追う者が続出した。警戒中の警察官に保護され、未遂に終わった者が多かったものの、藤村の死後4年間で同所で自殺を図った者は185名に上った。三沢の死によって家言滝は自殺の名所として知られるようになった。墓所は東京都港区の青山霊園。藤村が 水ならの木に記した遺書は、間もなく、警察により削り取られたという。それを撮影した写真があり、現在でも、ケゴンタキでお土産として販売されている。藤村が遺書として残した、岩頭の巻の全文は、以下の通り。保冷書とは、シェイクスピア、ハムレットの登場人物を指すと見られる。ついに死を決するに至るのかしを、ついに死を決すとしている資料も見られるが、 写真の通り誤りである。自殺直後から藤村の自殺については様々に論じられ、そのほとんどは藤村の自殺を国家にとっての損失という視点から扱ったものだった。自殺の原因としては、遺書、岩頭の間にあるように哲学的な悩みによるものとする説、自殺前に藤村が失恋していたことによるものとする説に対別される。 藤村の恋愛の相手として4人の女性の名が上がった。菊池大六の娘である松子とその姉の民、真島愛子とその姉の千代であるが、死後80年以上経って、藤村が自殺の直前に手紙と共に渡した本という物的証拠が出てきたため、恋の相手は真島千代ということで落着している。朝日新聞によれば、五月十二日の自殺直前、藤村は突然、 馬島家を訪ね、千代に手紙と高山貯牛の滝口に誘導を手渡した。手紙には防線を引いた箇所をよく読んでくださいと書いてあり、本には藤村の書き込みがあった。千代に縁談があったので、藤村が千代を訪ねたことは秘密とされた。手紙と本も焼却されたと考えられていたが、千代が1982年に97歳で亡くなった後、 死息の先川則之が遺品の中から滝口入道と手紙を見つけ日本近代文学館に寄贈することになった。なお、失恋説については友人の南紀聖海は藤村の11通の手紙を公表し否定している。南紀に限らず藤村をよく知る友人らは皆一様にこの失恋説を否定している。遺書にある保冷者の哲学の保冷書はシェイクスピア ハムレットの登場人物であろう。同作中でホレイショが哲学を語るわけではないが、ホレイショにハムレットが次のように語るシーンがある。ゼアレモアシングスインヘブンアンドアースホレイショザムアレドリームトーブインユアフィロソフィー遺書五行目の不可解に通じる不可知論的内容を含むセリフである。ユアフィロソフィーのユアオに認証と解釈し、ホレイショの哲学という一節になったのであろう。 しかし、このユアは、話して本人も含まれる、一般認証で、世にいわゆるの意味である。遺書のこの箇所を捉えて、藤村による語訳を挙げつらう向きもあるが、これより以前に、徳富露歌や黒い悪い子も、同様に訳しているし、それらの訳を藤村が参照した可能性もある。なお、西洋古典学者の早見貴一郎は、掘令書は、ローマ詩人ホラテウスではないかと指摘している。 当時のエリート青年たちに流行していた悲観主義的遠征感はショーペンハワーを受容し、この遺書に漂う人生への会議と反問は時代の雰囲気をありありと反映したものであった。彼の死は一校で彼のクラスの英語を担当していた夏目漱石や学生たちに大きな影響を与えた。在学中の岩波茂雄はこの事件が人生の転機になった。 曹石は自殺直前の授業中、藤村に君の英文学の考え方は間違っていると叱っていた。この事件は曹石が後年、神経衰弱となった一因とも言われる。当時のメディアでも、一万長方の主催者であった、黒岩瑠光が、藤村三章の死についてと題した、講演筆記や、おじ、中道代の通告文を載せた後、新聞、 雑誌が、反問青年の自殺として多くこの事件を取り上げた。結果、姉崎正春ら当時の知識人の間でも、藤村の死に対する評価をめぐって議論が交わされるなど、反問青年と、その自殺は、社会問題となった。言及の例漱石はこれ以外にも、文学論、第二編三章や寺田寅彦宛書簡に記した、推定の間で藤村に言及している。 議書の登場1907年、反問期なりなぎ書分出版、岩本無法編。内容は、藤村美沙夫が、実は生き延びて書いたとする議書。出版直後に発売禁止処分になる。藤村は、自殺未遂後、下山し、海賊船で世界を巡り、パリで悟りを開く。それを原稿にまとめて知人に隠したものをまとめたものと、する。世は、迷い始めたり。 世は疑い始めたり、世は泣きたり、反問したりと始まる。内容は社会主義や無政府主義の強い影響を受けており、発禁処分もそのためとも言われる。現在、3冊しか存在が確認されていない、貴重本であり、カンダフル本祭りに出展された際には、147万円の高値がついたことがある。そのうちの一冊は、 野間行進が所有していたことが判明し、また別の一冊を谷沢栄一が所有しており、その全文が郵政軍時代を語る高所録名治編に掲載されている。また、上一郎の所蔵していたものが明治大学に上一郎文庫として寄贈されている。元頭の勘に関するカテゴリー、ありがとうございます。